曜23時大道の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 ラップゴー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 23時大道の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 ラップゴー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 大道の登場待たせ。はい、土曜日23時は大道のラップトゥーゴーお届けいたします。この番組は日本語ラップアーティストによる日本語ラップのための番組、毎回1アーティストにフォーカスして大道セレクトの曲を流しております。皆さん日本語ラップは好きですか？イエッ、ということでね、今日は先週に引き続きキックザカンクルーさんの曲を流したいと思います。先週はインディーズ時代の曲をヤングキングというねアルバムプラスグレイテストヒッツっていうアルバムから、まあ、何曲か流しましたが、今日はメジャーデビューして前半ですね、まあ、バイタライザーっていうファーストアルバムからいろいろ流していきたいと思います。その前に大道の曲を一曲聴いてもらいたいと思います。俺の曲はスペシャルサンクスって曲を流します。感謝の気持ちを綴った曲です。では聴いてください。みんなの存在かなりでかいよ。絶対忘れないこの出会いも。2013大道から送ろうスペシャルサンクス。今聞いてくれてるみんなに捧げる奏でる音が心に届くように、何か残るように、共に先の景色が見たいから、恐れない期待と共に内から出た言葉でリリック書き、マイク握り楽しいから歌う。なんで俺が感謝されるの？感動の涙流れるよ。伝えたいのは俺だよ。俺ありがとうって言ってくれてありがとう。こんな興奮どこにもないよ。たった一人でも応援してくれたら飛べる。ちゃんと表現する気持ち心の底から今送ろう。スペシャルサンクス。あなたの笑顔に触れたくなる。声に揺れたくなる。思わず告げたくなる。今送ろうスペシャルサンクス。あなたの笑顔に触れたくなる。あなたの声に揺れたくなる。思わず告げたくなる。出会ってくれたみんなに再会、何回も乾杯、握手、ハグ、自分の居場所セカンドホーム。しかも車、新幹線、飛行機使って会いに来てくれるのに、何もできない顔を見せるだけ、それが一番。しっかりしなきゃな、皆に悪い、また思う。聞きたい近況、心情、新情報。久しぶりでも笑えるって素晴らしい。お話でうさわらしい。あの時本気で怒ってくれた。あの時一緒に喜んでくれた。あなたのおかげで今がある。どんな人でも出会う意味があるから。今送ろうスペシャルサンクス。あなたの笑顔に触れたくなる。あなたの声に揺れたくなる。思わず告げたくなる。今送ろうスペシャルサンクス。あなたの笑顔に触れたくなる。あなたの声に揺れたくなる。思わず告げたくなる。産んでくれてありがとう。
大切に育ててくれてありがとうなんて照れずに言えるようになったよ。誕生日にふと母親の苦労、生まれた日は嬉しかったですか。今までやらせてもらった好き勝手振り返ってよく言われた、あんたは感謝が足りないって。一人暮らししてあの頃、間違いだって気づけたこの頃、いくつになってもあなたの子供さ、男として感じる父親の偉大さ。あなた方が両親で幸せだから今日は伝えよう。好きなだけここんとこ忙しいけど、今度また旅行行こう。巡り合わせ同じ星の中で手を合わせ、目を合わせ、年を重ね俺にとって欠かせね。あなたはあなたのまま巡り合わせ、同じ星の中時は流れ止まらね。音で騒げ俺にお任せ、またかまげまたね。スペシャルサンクフォーユー、スペシャルサンクフォーユー、スペシャルサンク。みんなの存在かなりでかいよ。スペシャルサンクフォーユー、スペシャルサンクフォーユー、スペシャルサンク。絶対忘れないこの出会いを。はい、聞いてもらいました。大道で、私大道でスペシャルサンクス聞いてもらいました。こちらね、私の大道ショップ検索してもらえると、そちらに売ってるコンピレーションアルバムに入っております。そして私のツイッター、 I am 大道、 I am DAIDOU、 こちらでもね、今流してる曲をどんどんつぶやいていきますので、チェックしてください。そして今日はキックズカンクルー、リトル、クレバ、MCU の3人からなるユニット、通称キック。プロフィールね、で今日、まあ、流していくその辺のねプロフィールを読んでいきたいと思います。ヒップホップシーンを中心に各方面から高評価を得た2000年9月発売のファーストアルバム、ヤングキング、これは先週流しましたね。いろいろこっから俺は発売日に変えました。2000年9月でした。2001年2月発表の様々な状況からの卒業をテーマにした今日から明日を得て、2001年5月にシングルスーパーオリジナルでメジャーデビュー以降、各月のモーサイクルで怒涛のマキシ連発し、11月のクリスマスイブラップ、2002年1月にマルシェで知名度を一気に上げると、その後もさらに殺人的ともいえるスケジュールをこなし、この激務の合間を縫ってのレコーディングの末完成した2002年2月14日リリースのメジャーデビュー初アルバム、バイタライザーはオリコンウィークチャート初登場、3位に堂々チャートイン。自然と聴く人に元気や勇気を与えてくれるという不思議な威力を持った彼らの魅力を表すのにぴったりな言葉を掲げたアルバム、バイタライザー。バイタライズイコール元気づける、生命力を与える、元気を与える人や物、バイタライザー、まさにタイトル通りの力が備わった作品ということで、今日はこのバイタライザーからガンガン流したいと思います。まずはじゃあメジャーデビューシングル、スーパーオリジナルいきましょうか。スーパーオリジナル、もっとよくよく見てみ、お父さん方
しなる表現者、また始まる3年の挑戦が。聞いてもらいました。キークザカンクルーでスーパーオリジナル。続きまして、 It's not over、 つまり It's not over、 終わらないっていう意味ですね。これは PV は宮古島、ジャケ写は沖縄本島の岬で撮ってるみたいです。聞いてください。 It's not over。みんな黙って笑ってるぜ、流れてく汗もそのままに、その
届かない。 Oh ah ピッタローはこのまま季節が沈まろうが、 So da ピッタローが Here we go now Here we go now。 Oh ah ピッタローは次の季節が見つかろうが、 So wa ピッタローが Here we go now Here we go now。 水しぶきを上げるクロールに、涙で濡れるグロープに、日々はスクロールしてまたあっという間すぐ遠くに。ラジオからは超じゃない選曲でも、そんな曲も今日は天国。心地よい風がめくるパンチラに一瞬固まり口半開き、そう一秒も無駄なことはなく身にまとわせが物語。終わらない短い時を我を忘れて、小さい星の中で一人一人語ったり、愛しい人に送ったり告られたり、笑ったり泣いたりするその間に、無情にも時は過ぎ去っていってしまうのみだ。だがまた晴れたらこの中まで、あの時間にこの場所で。 Oh ah いつだろうはこのまま季節が沈まろうが、 So da いつだろうが Here we go now Here we go now。 Oh ah いつだろうは次の季節が見つかろうが、でもそう君は君のまま、そいつは勝手にやってきて、また勝手に去っていく。そして俺たちはまた変わっていく。髪に立って誓っていい。身を焦がすほどの熱を気に求めず、太陽以外何も求めず、息つきもせず瞬きもせず、ひたすら遊ぶ働きもせず、この調子で止まった。タイムアップまではもうあとわずか。ただは色を落とし今年もう俺を一人ここに残し、徐々に次第に弱った視界線、まだ何も終わっちゃいないぜ。 Once again サマーデイ行くぜ、朝からサマーデイ、サマーデイ。 Oh ah いつだろうはこのまま季節が沈まろうが、 So da いつだろうが Here we go now Here we go now。 Oh ah いつだろうは次の季節が見つかろうが、リツナローバーでした。次はクリスマスイブラップ。上がってきたデザインをもうこのまま潰れようか。 I don't know 何気ない
一人ぼっちの寂しい奴らが集まり、いつもと変わらない宴会。シャンパン抱え、いくら弾けても心の中はサイレンナイト。楽しもう人一倍、手を持ってたはずが人芝居で浮かべた作り笑い。噛み合うから騒ぎの続いた街、yeah、このままでは再度行、この揺れる気持ちの深いとこ。 BGM が無理に変わる、皆に合わせて無理に騒ぐ。孤独なのに感じた孤独、耐えきれず窓の外の毒。土曜日23時は大ドンラップトゥゴーお届けしております。今日は先週に引き続きキックザカンクルー流しております。これがクリスマスイブラップ。それでは CM 入ります。土曜23時大ドンの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 ラップゴー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 。土曜23時大ドンの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 ラップゴー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 。大ドンの登場。待たせ。
土曜日23時は大道のラップトゥーゴーをお届けします。この番組は日本語ラップアーティストによる日本語ラップのための番組。毎回1アーティストにフォーカスして日本語ラップガンガン流しております。今日はキックスカンクルー、特にバイタライザーのアルバムから流していきたいと思います。ではイントロといいますか、一番最初の曲 The Theme of Kick いきましょう。ザ・テーマ・オブ・キックをお届けしました。この曲ね、このラジオで流すにあたってちょっと改めて聞いてみたんですけれども、本当になんかすごいなと。結構まあ最初のイントロ、あの音でキックキック、まあドラムのキック、ザは雑音、カーンカーンっていうこのスネアの音、スネアの音はね、結構あのヒップホップ界といいますか、リリックでよくスネア、キックとスネアとかなんか言いがちですけどね、このなんか音っていうね、なんか音っていう、あれはなんかすごいなってなんか思いますね。なんか音って表現して、まあ、キックザカンクルー、くるくるーとスクラッチ入って、もう音がもうキックザカンクルーになってると。やっぱそこでね、この狭いリスナーだけじゃなく、こう間口がすごい広がったのかなって、すごいなんか最近これやるにあたって聞いて思いましたと。で続いていきましょう。プロデュースバイマミー D、 One for the World, Two for the Who Part 3。
遠い昔のように過ぎ去って胸の深いところに家と家つなぐ地蔵通り募らす思いは昨日今日に。そう始まったことじゃないぜ、でも今はなぜか手が届かないぜ。だが譲れぬ生まれた場所には見せたくないこの疲れた顔、まあ当分帰れそうにはないな、本当にじいちゃんになっちゃうな。信じた二十歳前、今じゃ仕事が俺を離しません。絶え間ない忙しさに君の変化を見逃したり、想像しい日々の波間に君の声を聞き逃したりしそう。並ぶビルディング like a bob love、いつの間にかみんな遠くなる。放射線の関係は石みたく固く今でもあの道にある、yeah、隣のホームのオレンジの電車が目指すオレンジ方面、帰って思いは通用線、夜を越え走り出す中央線。中途半端なんかなれない、いつでもゼロか100、そんな感じに毎日過ごしてんだから、そりゃもう目も回る。逃げ道でも探すことができりゃ楽、そんなこと誰でもわかる。それも許されないこの街から、まだ帰れない江戸が湧く東京湾が、ゼロメートル地帯、自慢することなんかは特にない。それでもやっぱりマイホームタウン、また少し遠くなる。高校は出来合いもできない、敵対もできない、 Everyday Everynight せめぎ合い、でもむしろその方が性に合う、やりたいようにやる。でもなんか成し遂げた俺を待つのはここじゃないってのはそれとなく分かってんだ。もう大人だし口にすんのもなんかおこがましい、でも言っとくそこはのどかに我が物顔した猫が鳴く。帰りたいのかどうかも分からないが、他でもない江戸が湧く街。One for the war, two for the fool, part 3。 今日はキックスガンクルをお届けしております。 One for the war, two for the fool、 誰のために、何のために。次はワッチャネーム流します。本名もラップしてます。
What's your name? お届けしました。こちらもね、すごい新しいというか、普通はヒップホップアーティストはもうニックネームというかアーティスト名でやるのに、本名もラップしちゃう。はい、次はキック・ザ・カンクルのオフについて歌った曲、キック・オフ。今日はバイタライザーってアルバムから流しております。キックズカンクルー、これがキックオフ。次はバイタライザー、アルバム名になっているバイタライザー、聞いてください。
それは何なのか、それは誰なのか、それは金なのか、俺じゃダメなのか、なんとか言いなよな、黙ってないで、あの頃みたいに笑ってたいぜ、泣いて泣いて涙も枯れて言えない、消えない、痛みはこらえて、ひとりひっそりと心塞いだ、君を思う今日もこもすライター、加えたバトン、うん、お分かりに向かぶつかれた顔でも生まれたんだよ、言葉が音が繋げただろう、うん、時間も距離も超え、ここからそこさ、ありったけの色まで使ってもできるのは今のところこんだけ、他にできることは何かないか、 Please, I wanna be a vitalizer、 Life to me、 そまずは閉じ込める vitalizer、 そのマイス小さすぎた飛び越える vitalizer、 次は Life、 見えないエネルギーを吸い寄せる vitalizer、 そして Life、 言葉にはできない時を得る vitalizer、はい、お届けしました。こちらがバイタライザー、アルバム名にもなっておりバイタライザーお届けしました。今日はキックザカンクルー2週目ということで、バイタライザーをガンガン流しております。もう残すところね、あと1曲、ハンズって曲流して本日のダイドラップトゥーゴー終わりたいと思います。このハンズっていうのを聞いて、俺はトライトンっていうシンセサイザー買って曲作ろうってね、なった、まあ思い出の一曲でもあります。今でもね好きな曲です。こちらを最後に聞いてお別れしたいと思います。また来週もねキックザカンクルー流したいので流したいと思います。Chavo, cucho
違う場所へ、知らぬ顔がもういつもの顔へ、いつの間にやら小さな輪から握手交わし集まった仲間、たわいもない話を高らかに朝までしよう同じ魚たち、こんな数分じゃいたんねえか、とにかく街でいいやんべんだ、もう何にもいらないぐらいにいい具合なビーツタイムを共に共有して飲み干そうや、ジョッキの焼酎出会いなんて全部偶然だ、出会ったからにはないぜ終点は、だからまた会おう、また行くよ、そうまた今度電話でもするよ、 Clap your hands everybody everybody just clap your hands yeah またいつもの場所でいつもみたいに会おうぜ、 Clap your hands everybody everybody just clap your hands yeah またいつもの顔でみんなで歌おうぜ、毎週土曜日23時は大のラップというかをお届けしております。私が DAIDOU 大道と申します。日本語ラップガンガン流しております。今週はキックザカンクルー、来週もキックザカンクルー、まだねまだまだまだ流し足りないのでよろしくお願いします。こちらがハンズって曲でした。ではまた来週もよろしくお願いします。 See you。